小シ健次郎は、日本の政治家。兵庫県川西市長。兵庫県川西市出身。川西市立川西小学校。川西市立川西中学校。理政者高等学校卒業。2000年3月、同志社大学法学部政治学科卒業。同年4月、中央出版に就職。2002年、退職。 同年の川西市議会議員選挙に25歳1ヶ月で初当選。2006年再選。2011年4月10日に行われた兵庫県議会議員選挙に民主党公認で立候補し初当選した。2015年4月再選。同年8月、ローカルマニフェスト推進地方議員連盟の共同代表に就任。2017年7月、民進党を離党。 2018年4月13日、任期満了に伴う川西市長選挙へ出馬する意向を固めたことが関係者への取材で明らかとなった。同年7月31日、県議を辞職。10月21日に行われた市長選挙で大塩民雄市長の後継指名を受けた元市議の森本武志氏を退け初当選した。10月28日、市長就任。 当日有権者数13万1888人、最終投票率51.70%。ありがとうございます。